どうも、ベアンです、全国で初の、ミニSL博物館ヤズポッポの方でイベントをさせていただくことになりまして、レイアウトを組み立てましたので、レイアウト紹介をしていきたいと思います。こちらの方のイベントですけども、4月の26日から、5月の10日ぐらいまで、このヤズポッポの方で、レイアウト展示してるんですけども、今回組み立てたレイアウトがですね、去年とまずは同じような感じで、ヤズポッポの近くを走ってるね、若狭鉄道の若狭線ですね、それを、再現しました。このね、ラキューで作った桜が置いてあるところが若狭駅ですね。で、今回ちょっとね、黄色のタンプをこう使ったりとかしてカラフルにしてみましたけども、こんな感じで、でですね、今回ちょっと失敗したのがですね、給水筒をちょっと忘れてしまいました。今ピンクの C12 がいるところですね。ここにね、本当はね、給水筒があるんですけど、ここをちょっと忘れてしまい、今回給水筒なしでということになっております。で、一応ね、若狭といえばやっぱり桜なので、ラキューの桜を置いてみました。で、こんな感じで、で、ターンテーブルもね、ここあるんですよね、人力のやつが。こんな感じで、で、本当ね、休日スパになるとこれをね、この C12 が引っ張って、乗車体験とかをされてる。一応ね、こういうのも用意しておきます、今回は。で、本当ここにね、この12系客車が置いてあったりするので、こんな感じで一応飾りとして置いております。で、目の前には C12 のミニSL、もうテンション上がりますよね。で、 C11 とかね。で、これがロイヤルスコットクラスというイギリスの蒸気機関車のミニSLですけども、こんな感じで、若狭鉄道の若狭線を再現しております。ちょ、タンピですね、ここがタンピで、徳丸、八頭かな、八頭です。で、次が、安倍ですね。で、ここがはやぶさ、バイクでね、有名ですよね、鈴木のバイク。ここが若狭八頭、若狭船岡ですね。で、ここに鉄橋がありまして、ここが八頭高校前で、ここ伏線踏切があるんですけども、手前側がですね、インビ線になります。スーパーハクトとか、スーパー稲葉とかが走るところですね。で、ここが、工芸駅になります。ここがね、若狭線の始発であり終点か、始点であり終点でもありますけども、で、ここで折り返すというふうな形になってますね。で、今車止めが置いてあるところがインビ線で、鳥取側の方に行くことになります。こんな感じで今回組み立てました。で、前回とは若干ちょっと変えてるんですよね。こことかもね、前はサカレールを使ってやったんですけど、サカレールどうしても2S 使って直線2つ分になってしまうので、距離感がちょっと長くなってしまうので、今回は坂曲線レールを使ってこんな感じでやりました。で、ここにもね、徳丸の手前にも鉄橋があったので、ここもガーター橋でちょっと鉄橋をイメージして再現しました。今回前回よりかなり正確にもう少しリアルに組み立ててるかなと思いますね。で、今回はですね、ここの先の方で U ターンして折り返すというふうになっております。はい、かっこいいですよね、ミニSLね。で、これがね、本当のね、C58 のなんと全焼灯という、こんな貴重なものもここに置いてあるんですよね。で、こんな感じでミニSLとの共演というデコイチとデコイチで、 C11 とミニSLの11というね、 C11 に関しましては倉吉のね、ベアンの地元のね、倉吉の倉吉線のイベントで、なんとこの2つはね、共演しておりますけども、またここで再会という形になりますね。プラレールの C11 ってね、SL 大沼号かなぐらいでしかなくてですね、結構貴重なんですけども、こんな感じで展示としては使えるので、今日導入しました。で、あとは、こちらですね、立体レイアウトの方になります。で、こちら今回も、海老名を採用しております。前回もね、ここで開催させていただいたときは海老名を採用したんですけども、今回このね、下にですね、なんと HO ゲージの、レイアウトが入ってるんですよ。こんな感じで。で、この HO ゲージもなんと動かせるというね、もう今コンセント入ってませんね。で、その HO ゲージの中に、このタワーを入れたかったので、こんな感じで。で、ちょうどね、サイズ的にこの、エビナレイアウトっていうのがちょうど合うかなと思って、これにしましたけども。で、その後ね、外周をね、こういう風にぐるぐる回る。今、北郎列車がいますけども、この外周をぐるぐる回るレーンと、あとですね、先ほど、
SL 体重がいたとこですね。あのこっちか、よいしょよいしょ、こんな感じで遊ぶスペースもあります。この SL 体重がねいるところから U ターンをして、ドキドキマウンテンを登って、鉄橋を越えて、なんと一応ゲージをね、越えます。であそこで駅になってぐるーっとあの鉄橋で、このねデキのサウンドです、電気機関車、これ結構かっこいいですよね、かわいいですよね。で後ろを回ってこういう風に帰ってくると、こういう、あのレイアウトも組んでおります。今回は前回なかった レイアウトですね。これはあとはここにあの一応機関庫っぽいやつの砲撃機関庫というかね、あの転車台をつけていろいろやっております。C62 の2とかね、かっこいいですねこのツバメがね。あと C56 SL 北琵琶湖港とか弁慶号ですね、これ弁慶号ですね。あの私、どっちさん弁慶号だよ、ね、私あのここの蓋をね自作したやつです。あの中古でですねこの蓋なしがを買った時がありまして、何度か自作して頑張ったんですけどちょっとずれてますね。であとはここね SL 人吉号で山口号ですね。こんな感じでこういう風に SL を、やってみましたというような内容になっております。でですねこのイベント、まあ、あの冒頭でも話しましたように、4月の26日からゴールデンウィーク明けの、5月の10かな11ぐらいまで、ヤズポッポ ミニSL 博物館ヤズポッポの方で展示しておりますので、ゴールデンウィークもしあのお近くの方がおられましたらぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。いろんなね本当あのこういう風に壁にもね、貴重な文字交易とかこういう風な表示とかがあったりしますので、本当に米安的にはここ1日います。本当に入れます。見ているだけでもかなり幸せな空間でして、組み立ててる時もね、本当ワクワクしてましたの であとですねミニ SL の乗車体験というのもありまして、外にですねこういったねあのミニ SL のレールが走ってまして、ここにですねここで乗車体験などもできますので、本当ね1日楽しめるかなと思います。でこういう風にハヤブサのヘッドマークとかね、こういう昔のねあの写真とかも展示してあります。本当全国で唯一 のミニ SL 博物館だと思いますので、ぜひぜひゴールデンウィーク遊びに来ていただけたらなと思います。またですねここで一応撮影した全面展望も、まあ、ちょっと1週間遅れるかなぐらいでアップしていきますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい、そうしましょう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。